わしやがなマフィア梶田です。わしやがな中村一です。さあ今回は3週目、はい、こちら特別企画なんですけれども、雑多にねやり残したものっていうか、まだ開けてないものって結構実はいっぱいあるんですよ、うん、でその中でもね、あの動画で出しておいて開けてなかったのがこちら、ハリーポッターのピンバッジ、ね、うん、これまず開けて中身確かめてみようと思います。でついでにこちら、みんな大好き百味ビーンズ、これ食べながらやった。マジで嫌だよ全然嫌だよ。鼻くそ味引いたらラッキー。嫌だよもう。これ俺あんま食ったことないっていうか、食った記憶がねえんだよな。昔食ったよ。マジでまずいっすか。 USJ ができたっていうか、それが流行った時に、うんうん、やたらと買ってくる人が多くて、現場で配られてるから、うん、配られてました。どれもなんかな、変な名前ついてるから、うん、辛気分が悪い変な名前がついてる、うん、なんかどっか書いてたよね。あれ書いてないんだっけ。何名って あったあった、書いてる、ね、全部載ってるわ。そう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 、こんな感じでございます。じゃあこれを、え、もう俺青りんご味でいいや。これはランダムなんだよ。ランダムで手に乗ったやつを食べてくださいっていう。いやいや、これ2分の1で外れじゃん。え、くっさこれ匂いすげえ混じるなこれ。2分の1で外れだからやだよ俺何が出るかな、何が出るかな。はい、その白いなんですか。これ何、これマシュマロじゃねえの。マシ、あ、中村さんが食って吐くやつですね、マシュマロ。じゃあ俺にとってゲロはね多分これマシュマロだと。マシュマロ味なら平気かな。俺は赤いやつ、赤いやつなんだろう。ミミズ味かな。え、嫌だ、嫌すぎる。え、ミミズこれ、え、シナモン、シナモン、どっち、ミミズ味する。シナモンだ、うん、じゃあ、シナモン。はい、なんだ俺マシュマロのこの味好きじゃないんだな。結構俺バツめっちゃあげるしめっちゃあげるし。好きなの選んで。じゃあ灰色のやつ。ちょっと灰色、灰色。なんだこれ灰色って。ないよ。なんだこれ。黒胡椒か。やばいんじゃない。黒胡椒味これ。はい、じゃあ行ってみます。何味だった。黒胡椒。ブラックペッパー。黒胡椒だ。うん。胡椒なんだ。意外と悪くないでしょこれ、うん、なんかうまくないこれ。いや、腐った卵味ありますよ。あ、腐った卵味どうぞ。いや、いらない腐った卵味これ。自分の いらないものは人あげちゃダメわかりました。マッチとしてたら腐った卵はそれバナナじゃない。ほんと違うくない。でも腐った卵じゃないと思うけど、バナナだ、うん、見分けがつきづらいですね。かなり色合いが豊かだから、どれがどれだか。そしてピンバッジは、うん、ハリーの傷。あー、ハリーの傷ね。結構なんかキラキラなんだねこれ。そうですね、めっちゃラメ入ってる。うーん、あばたけたぶら。はい、おー結構ラメ入ってるね。うん、いいねこれ。どれが欲しかったんだっけ俺。ヘビのやつか。スリザリン。スリザリンっていうかこれナギニでしょ多分。嘘だろ。ダブリ。うわダブってる。うわ本当だ。稲妻ダブリ。嘘でしょ。あ。え、何？これ。ブレバも。これでもスリザリンのマークが入ってるんだけど、これなんだと思う。なんだってこれ。これ分霊箱じゃないですか。分霊、最初の分霊箱多分。このピンバッジできいいなぁ。いっぱい買っときゃよかった。こんなに高級感あるとは。なんか数制限あるって言ってなかった。いや、これは確かなかったはず。ないんだ。4つだもんな。試しに4つ取った。これ多分トロフィーなんですけども、優勝した時の優勝トロフィーかな。それ書いてな、あ、書いてるわ。
あれ嘘だろ、4つ買って2つダブルなんてついてないっすね。まあいいや、じゃあ片っぽ直さんあります。はい。ハリーをね。で、さらにですね、我々の大好きなコンテンツで新商品が出たんですね。防具か。なんと4つ買ってあります。アニメコラボランダムボックス。ランダムなんですよ。そう、ランダム風流なんですよ。嘘でしょ。これね、4つしか買えなかったんですけども、いいのが引けたらいいな。なんでランダムなんだよ。流星さんのレッドアウトゴールデンマキシマムバーニング、意味わかんねえ名前だな。俺トムキャットレッドビードル欲しいんですよね。流星君あれでしょ、なんか、うん、トムキャットレッドビードルさん、なんか意気込みをみたいに、優勝の感想はって聞かれるやつを裏で声やれって言われてやるやつね。まあなんかこれ黄色いの言ったで。あ、それ剣のよ、剣のやつですよ。キーオブザグッドテイストですよ。チャイナクなん名前ももうふざけてるもんな。あ、剣は中華料理屋の息子なんで。そうだね、うん、チャイナクックマーベラスチャーハンって感じ。キーオブザグッドテイストって何なんだよ。キーオブザグッドテイストですよ。チャイナクックマーベラスチャーハンは技名ですね、うん、本当にあのアニメイカれてるからな、うん、あれ、あ、出た、ダークサイドプレジデント、ビッグバンの、ビッグバンの機体です。お父さんのやつ、うん、かっこいい。ダークサイドプレジデント、かっこいいのか。ダークサイドプレジデントって何だよ。しかも訳すなに、ダークサイドプレジデント。ダークサイド、ダークサイドプレジデント、ダークサイドもプレジデントは社長、プレジデントは社長だよね。もう、悪い社長っていう、悪い社長、闇落ち、闇落ち社長みたいなことだよ。そうですね。キーオブザグッドテイストはどんなやつ。キーオブザグッドテイスト、なんだろうね。なんで本場の人が訳せないんだよ。そんな英語ない。ないですね。そんな英語あるわけないよ。なんだキーオブザグッドテイスト。訳せないってやばいな、うん、頼む、トムキャットレッドビートル来てくれ。やった、やった、やった、来た、トムキャットレッドビートル、やった。流星さん。ロイドさんが気にすぎで、気に入りすぎでしょ。ロイド安藤が。あ、今のところダブってねえな、うん、4つとも。最後がこれ、もしあのエレクトリカルスピードワゴンがもし出たら、うん、大当たりっす。まさかの全種類揃う。酔わない。あ、強い強い、うん、よいしょよいしょ。何、ダークサイドプレゼント。あ、じゃあ、あの勝地のが出なかった。勝地でんかった。エレクトリカルスピードワゴン出なかった。そう、エレクトリカルスピードワゴン、これは揃えば完璧だったのに。しかもエレクトリカルスピードワゴンってどういう意味。これも、なんだろうね。意味不明です。はい。そうだよね、うん、あのカブトボーグ見てた人たちもみんなそう思ってて、うん、カブトボーグ、うん、意味ないです、ね、アニメバージョンって実は当時出てないの。出てないです。だからこれね、結構ね、みんなこぞって買ってたんで。念願なのね、うん。カブトボーグ用語で、うん、カブトボーグ語録で書いてる。これせっかくカブトボーグ買いに来たんだから、カブトボーグ買おうぜ。そう同じこと言うんだよね。そう、なんか繰り返すんですよ、こいつは。 IQ が低すぎるのか。面白いんですよね、カブトボーグ、ボーグ、語録。これ、腐った卵とかゲロ味、意外と数が少ない、もしかして。カブトボーグ語録、ごめんで済んだらニューヨークポリスデパートメントはいらねえんだよ。ニューヨークポリスデパートメントだって。同情なき同情は同情とは言わず、同情する同情を同情という。やっぱおもれえわ、うん、そうだ、僕たちが大きくなっても国民年金払いませんよ。どういう意味なんだこれ。無理すんな、じいさん。先のことを考えると不安を覚える年なんだ。だけど子供の俺はどこまで行くかの希望しかない。広いね。なあ、せっかく海に来たんだから海に行こうぜ。これね、同じこれね。うん、
色じゃ判別つきづらい。しかもゲロ味食ってみて。ゲロ味って俺どれかわかんないな、これ色は。オレンジに赤混じってるようなのがゲロ味なんだけど、オレンジにこれか、これか、あ、これ赤混じってない。これマシュマロじゃない？ソーセージ？あ、これこれソーセージっぽいな。ちょっと見ようか。それ何味？わかる？青い分かりやすいブルーベリー味はもう一発でわかんないよ。うわまずい。うわえ、何味それ？なんで全部出しちゃうんだ。探したいな。うわ最悪これ。何味それ？これなんだろう、これ茶色い、茶色いやつ。これショーが今食って悶絶してる。うわ岩薬みたいな色したやつ。それソーセージ、うん、うわなんでこれ。うわでソーセージ、ソーセージの感じする？しない。違うんじゃない？ソーセージじゃないな。土の味がする。違う、うん、それいや土っぽい。土味じゃないの？うわ、なんだよ、土味って。土だ。土みたいな味がする。土味じゃないの？え、最悪。こんなに再現度高いんですか？舐めてた。こんなに再現度高い。だから嫌なのよ、食べたくないんだよ。なんか食ってみて、土。嫌だよ。めったにないですよ、土食える機会。これ、まずい。土食えるか？ある。それで土食える。いや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 、健康を害さずに食える土ですよ、これ。嫌だよ。すごい再現率だよね。本当だね、クソマジ。うん、あ、臭っ。臭い臭い。これ床を舐めた時の味がする。ごぼうの匂いがする、ね。ごぼうのなんか根っこの土の部分の匂い。ごぼう使ってんのかな。そうかもしれない。土感出すためにな、これ。いやちょっと。ごぼうくせえ。くせえこれ。口がくせえ。でもこれを作った人の苦労を考えるとな。だってさ、うん、これを作った人はさ、この耳垢味とかさ、耳垢を食べないことには作れないわけじゃん。うん、気持ち悪いこと言わないでくださいよ。いやだってそういうことでしょ。でもまあそうか、探してみる。耳垢字ってどの色っすか？俺食ったことねえよ、耳垢なんこういう。これ耳垢字、見分けつかないんですよね。何色なのそれ。どれが耳垢なのこれ。色はこれかな。これピンク、これピンクっすね。それじゃないの。これ多分綿菓子味ですか、ピンクは。で耳垢はこれ、そいつじゃない か、そいつじゃない、これかな、そいつっぽいぞ。ニュースもわかんないよ。本当だって言ったらどうしたらいいんだよ。俺はカジャグに対して耳垢。カジャグね、マジでね、ごぼう臭い、ごぼう臭い。すげえごぼう臭い。まずい、まずい、まずい。これ耳垢くてこんな味なの？うえぇ、マジ無理これ。マジ本当無理かも。嘘でしょ、こんなん。しまえしまえ。こんなん食い物としよう。だから当時結構、彼ら知らないか、世代的に。まずい。当時ね、すごい現場で。うわ、くそ。うわうわわわなったんだよ、マジで。で、ハリー・ポッター見てなかった自分としては、なんでこんなものをみんな喜んで食ってんのか分かんなかった。不快でしかなかった。そうそう。なんか、何々味だよっていうやつ全部に対して不快な気持ちしかなかった。知らないから。今どうすか、ハリーポッター見てから。今は、ああ、ハリーポッターのグッズなので理解できるけど、別に食べたいとは思わない。うわ、口の中くせ。ああ、くっそ、なんだよこれ。しかもアルコールティッシュ取ってくれ。アルコールティッシュ。アルコールティッシュ取ってくれ。ああ、まずい。死ぬほどまずい、マジで。なんだこれ、冗談じゃないよ。耳垢味でそれだったらもう他の食えない。そんなの売っちゃダメだろ。アルコールティッシュ食おうかな、もう。口の中を洗浄したい。あの石鹸味を食べて洗浄すればいい。石鹸味、どれ石鹸味。なんか白いの。まずい、マジでまずい。白いのが。あ、それ、それだ。助けてくれ、本当に助けてくれ。石鹸味で洗浄しよう。どう、安ホテルの石鹸の味がする。安ホテルの石鹸の味。石鹸が口に入ってきた時がする。あーもう、あーくそ、爽やかまずい、爽やかまずい。これ何これ。でもあの耳くそと土味よりマシ。あーくそまずい、こわ。あとね、これこの間秋葉行った時に買ってきたんですけれども、マンだらけで。何これ。なんかね、表ラッキーマンでしょ、裏がでヤヒコなんですよ。ジャンプ系の詰め合わせかなって思って。ごちゃ混ぜなんだ。なんかカード出すだと思うんですよ。これ開けてみようと思って、はいはい、何が入ってんのかなって。でもかなりヴィンテージ品なんで、
だから色がもうくすんでるもんね。本当ですね。よう残ってたな、こんなもん。よし。引いていきましょうか。一番上はもう、ね。ね、まずい。まあ、まだまずい。うん、くそまずい。キーマン。ラッキーワン。ラッキーワン。ラッキー、あれ、あ、だいぶラッキーマンだな、これ。あ、これあの元祖ラッキーマン。ラッキーマンになる前の。うん。うん、ウルトラマンと同じ設定なんですよね。今コンプラ的にアウトな。お名前、あなたのお名前なんていうのって。今コンプラ的にアウトなんで俺は読み上げません。あれにも、なんだっけ、うん、杉田が持ってきたさ、ボードゲームに娘ちゃんだっけ。娘ちゃんいた。アウトだろう。アウトだよ、あれ。ストレートすぎるだろっていう。ドストレートなんだよな。あ、そう、ラッキョクって変身するのはラッキーマンもラッキーワンも一緒なんだ。そうだったね。当時ね、このラッキーマン読んでたおかげでラッキョクがちょっと好きになったんですよ。うまそうでね、いっぱい食わせるくんだ。なんかラッキーマンの口にいっぱいラッキョク詰め込んでた気がする。なんかさ、俺すげえテンション上がってないんだけどさ。ラッキーマンのカード出す、俺全然世代でもなんでもないから。ラッキーマン読んでないですか。いや、ジャンプでやってたのは見たけど、うんうん、世代でないからさ。スーパースターマンとか、スーパースターマン好きだったんだけどな、俺。今見ると変態の格好っすね、アミタイツ相手。やばいね。うん。こういう3枚目に惹かれるんだよな。あー、懐かしい。ラッキーマン背中で語るんですよね、この背中のセリフ吹き出しで。毎回これ読むの楽しかったの。実写だ。実写だ。テレビのアニメのやつか。で、ラッキーマンの後ろには、ラッキーマン多いっすね。あ、変わった。あ、剣心が入りましたね。1枚だけ剣心がごっちゃになってますね。懐かしい、これ地震、雷、火事、親島。あ、いたな、うん、そんなのいたの覚えてる。いた、いた。じゃあ、なぜか1枚だけ間にいた。うん、俺この間俺らがやったやつだ。二重の極み。そうね、あのシリーズではあるね。うん、あ、違う、二重の極みでもないわ。渾身のパンチって書いてるわ。うん。人空が混じってます。人空のアニメは見てましたっけ？ちょっと見た。濃いな。漫画読もうかな、人空。漫画とアニメ全く違うって聞くんですけど、ね。違うらしいね。あら、セクシーショット。誰？おばちゃん、母ちゃん見てたなんて、こんなシーンあったな。これをうっすら覚えてるぞ。うん、うん、これは謎の男コーチン。知らない。闇の風水師。リホ、コウ、フースケ、セキライ。これジャンプアニメ系でまとめてるにしては偏ってない？ジーグジオン。カジャク。あれ、カジャク出てた？人空。あれ、俺出てたっけ、人空。定位置。アジダラ。アジラダ大佐。アジラダ大佐。うん。定位置って何？ああ、あれか。ランクか。ミカドの位置ってことね。こういう設定があったんですか？いや、多分違う。このカードゲームのなんかの。ああ。これ、根の位置とかだから。属性扱いね。ダブってへんけ。アジラダ大佐。カジタグや。アジラダ大佐なんかフォームチェンジするんですね。敵のボスかなんかか、これ。これはバサラ大佐。敵かな。おお。メキラ大佐。イケメンなのか美人なのか。そしてコーチンが進化してます。大僧侶だ。コーチンが大僧侶に進化してます。これってどういう作品だったんだ。なんかあれだよね、もともとその人空部隊っていうのがあったのが解散されてうんぬんかんぬんみたいなやつだよね。そうっすよね。一般人になったけどみたいな。メキラ大佐はまっとうに美人だけどさ、うん、うん、人空眉でも読んだ気がするな、漫画。うん、気のせいかな。俺もうっすら読んだ記憶はあるんですけどね。おルノに検診コーナー入りましたね。このカードあんま見たことないですね。うん、
モレラのと段が違うんでしょ。段が違う。ずいぶん香るとこ多いな。まあ、作画がいい剣士。ほう。いいね。多分メイン の, あのキャラデザインやってた、なんか剣士、剣士もバージョンによって違うんだろうけど、うん、剣心って石田さんだったかな。石田敦子さんだ。作画監督も覚えてるんですか。当時はね、うん、有名な人がいろいろいるから石田さんだと思うんだけど、そうだね、ほぼ剣心だな。カード篠森青志、青志誰だっけこいつ。それ式場でしょ。はい、式場ってあそこのじゃないっけ、青志に敗れて部下になった。そうそう、元薩摩藩の隠密やつだよね。あ、出た俺らの大好きな青。般若でございます。うん、そしてベシミとヒョットこの辺の時代なのか。この辺の時代ですね。青し青し青し多いな。佐野助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 ヤヒコヤヒコヤヒコ。これあれだな、あのあんまりバリエーション豊かじゃないとこ見るにダブったやつとかを詰め合わせたやつかもしれない。ダブってるか、まあ単純にまとめてるやつだな。うん、大丈夫、そんなこともあろうかと。嘘でしょ。この辺とかさ、これさ、うん、当時よくあるんだけどさ、これ佐野助らしいんだけど、もう全然顔違うの。うん、そうですね、だいぶ大幅に変わってますね。これ石田さんが書いてるのかもしれないけど、もう作家の個性で言ってるから、めちゃめちゃ美形になってる、耽美な感じだね。目尻すごい。うん、だって、うん、篠森よりさ、そう、イケメン。イケメンになってる。髪型も違うもんな、もう。お前横になびいてるじゃん、髪って。お前上じゃん、本来、みたいな。彦星十郎出なかったっすね。これ、もうちょっと前だよね。もうちょっと前ですね。これね、ラインナップ的にね。うん、これマジで、多分サイフルだと思います。見て、この曲がっちゃってる感じが。うわー、やばいね。うん。だって、悟空とか、父はこれ、ドラゴンボールの初期も初期の頃のやつだから。キラカード1枚ぐらい入れてほしかったね。本当っすね。まあこれ正直ね、ワゴンに入ってたやつ。ああ、そうなんだ。じゃあないか。だから、まあ、まあ、そういうの入ってないのかも、うん。うん。詰め合わせなんだね。で、売り方も謎だったんで、何が入ってるか分かりませんよ、的な。これ、カゼ君、これね、俺の時代のカードや。本当？俺が小さい時にあったから。あったこれ。うん、俺のこと言ってみよう。めっちゃ覚えてるの、こういうカード、このカード。裁判は2枚目です。単体裁判マンと。いや、これ見覚えあるもん。また裁判マンじゃねえか。どんだけ裁判マン貼ってこれ。いらねえカード詰め合わせた。はい、また裁判マン。うん。はい。これなんだ。なんか謎のメッセージ入ってますね。あの人が真っ青になってゲームオーバー。誰？ご飯はお母さんには弱いんだよ。知ってた？豆知識。ベジータたちを陰で操っている本当の黒幕は一体誰？フリーザー。そういうことだよね。ああ、ヘビ、ヘビ姫じゃない？オリジナル？オリジナル。アニメのオリジナル。ヘビの道ってさ、はい、ヘビの道。海王様のところに行くときに走るじゃん。はい。漫画だと翌週ついちゃうんだけど、そうですね。アニメは引き伸ばさなきゃいけないから、あ、えらい長かったって聞いてます。旅をそこでずっとしてて、一、うん、回下落ちるのよ。そうなんだ。悟空が道から落ちちゃって、そこでいる、なんか竜宮城みたいな設定の感じのじゃなかった。アニメオリジナル展開だけを集めた回とか見たいな、俺。原作勢だから、うん、知らないもんね。ライチとザークロってこれもアニメのキャラですか。これでもナメック星の人らしいから名前をつけただけじゃない。名前つけたんか、ライチとザークロ、うん、あ、ナメック星人たちだ。
すぐやられるやつや、うん、あの尻尾切られる恐竜ね。本当ですね。冷え食べられちゃうよーとピッコロさんとの修行の時ですね。あれかわいそうだね。ちょっとずつ尻尾切られて食べられるっていうね、あの恐竜。うまそうだったな。尻尾なくなっちゃうよとか言われてる。そう。これボロボロじゃない。すごいなこの海王様。これ売り物になるんだこのカード。ジャンクにもほどがあるね。海王様はこれ随分と遊ばれたですね。海王様は。ノースリーブの極だ。あの重りを外したやつやな。天界一武道会の時じゃない？かも。ピッコロと最後の。うん。戦いする時じゃないのかな。ほら、新しい必殺技なんて何も考えてねえぞ。これご飯でダブってんやんけ。ダブってんやんけ。魔漢交殺法。片手がないからそうですね。ナッパ戦。うん、サイバーマンとかなんか戦った後っぽいで、本当のドラゴンボールはまだ誰も見たことがないらしい。ナメック星のやつのことだよね。ああ、ラディッツもっといいシーンあったの。なんでこんな毛布かぶってるとこを選んだのラディッツ。うん。かっこいいと思ったんじゃない。あ、ここ。え、これ何？これ。当時別売りのおもちゃでスカウターがあったのよ、はい、でスカウターで見るとなんか数字かなんか見えるんだよそれ。え？途中からそういうのが導入されたんだよ。面白そうこれ。スカウターっつってもあれだよ、デジタル的なものじゃなくてなんか赤のあの何大学受験とかでさ、あーマークシートが消すやつ、ね、消えるやつあるじゃん、黒く塗りつけられる、うん、あれのアイデアなんだよ。でよく見たら文字見えると思うよ。グラサンでうっすらと見えてんのこれ。なんか文字なんて書いてんのこれ。うっすらなんか書いてあるんだよな。書いてるね。マジでくしゃくしゃだなカード。あ、タワレス。タワレスって親父だっけ。違いますね、これただ似てるだけなんですよ。あ、似てる近所の人か。近所だからタワレスに関しては設定がはっきりしてなくてなんで悟空に似てるか謎なんですよ、うん、映画のってことね。だから誠しやかにささやかれてる下級戦士大体顔にいるんじゃないか説っていう。DNA が濃いんだ、うん、なんだかカブトボーグみたいなこと言ってますね。口笛の音で踊っているのが踊る口笛カードだ。やばい、カブトボーグ語だ。カブトボーグ語ですね。何これカブトボーグ語。何これボーグ語。ボーグ語言ってる、うん、ボーグ会話やめてほしいですね。わけわかんないから。それも謎の言葉で。ハイヤードラゴンは口笛で踊るんだって書いてあるんですよ。何ハイヤードラゴン。何ですかハイヤードラゴンって。わかんないんだよ。アニオリ？ハイヤードラゴン。これあれですよね。これもアニオリで、うん、悟空体奪われた後に一緒に戦うやつ。このギニュー隊長の体でも戦ってるシーン、うん、あでもありましたっけ。原作も一応少し戦ってる。少しあった。デンデ。ギニュー独占隊にオリジナルやつスラック。これは何の映画に出てきた。大宇宙の王って。ドラゴンボールって映画も含めて見てました。アニメは。いや途中から映画見てないからね。このドロダボなんか知らないでしょ。知らない、うん、あのフリーザとかいうやつは本当に強いらしい。ダボってこいつが喋ってるんですけども。じゃフリーザが終わった後の映画かな。でしょうね。学風者頭いいんだろうな、学者は。でしょうね。で、ギニューのカードをメタれるカードのヒントをくれてます。目玉っちゃ。マジで知らないやついっぱい出てくるんだけど。コピペや。コピペですね。コピペです、ね。見事にコピペしてますね、目玉っちゃ。奇跡の1000倍パワー。僕は怒ったぞ。わかります？山2つは100倍、山1つは200倍。これ何のこと？何のこと？謎なぞこれ。もしかして。ここに答え書いてあるのかね。もしかして。
山2つは100倍山何のこと山2つ100倍山1つは200倍山2つがおっぱいのことだと仮定して山1つというのはチンコやなそれだそれ答えはおっぱいとチンコですあーバカバカしいちょっと待ってくれよこれちょっと待って待って何度も言うけどスラッグは踊る口笛カードに弱いぞもうネタ切れてんじゃねえかよ繰り返し同じネタを繰り返しカジュ君カジュ君はい次の来た次の来た何ですか次のまあこれフリーザなんだけど文字がね、まあ、長くないちょっと文字が見えないんだけど読むよ山がなくなり始めると300倍の力で戦えるちょっと待ってだからこの山一つはっての、うんうん、角じゃねえか角かあ角じゃないかえ山だって山ひと2つは100、うん、山一つは200山がなくなり始めると300倍っつってこれフリーザのことじゃないですかねフリーザの変身形態のこと言ってなんかそんな感じだよね謎謎フリーザですかね角かなやっぱりおっぱいとチンコじゃなかった当たり前だろこれ何のシーンあ、ナメクセ行くときにこの装備してたいやアニオリなんだろうなアニオリなんでしょうヤジロベかっこいいヤジロベってそんなの前向きにいかないと思うよでしょうねゲームオーバー会社が使えるってだってこれとか見てよ これあれだなあのもしかしてこれからこうなるんじゃないのそうそうそうっていう多分そうだった妄想シーンの義乳の体のまんまでいやー面白いなーただ結構あれだね作がいいとこ選んでるねうん確かに本編切り抜きとは思えないぐらい作がいいな綺麗ですね確かにこれ、うん、なんでだろう画質こんなに良くないですよね画質は上げてると思うもちろん、うん、キャップじゃなくてちゃんとセルから読んでると思うけどこれおもろ目から開口線開口線超ストレートリンなんかもうほとんど文字見えたね、リーカイって書いてるうん本当だリーカイって書いてるなんだこれうんオリジナルやなあ、人狼人13号人狼人に増やされたんですね、結構アニオリで、あ、自爆寸前のセルダそのスカウターで見るところの文字も自爆って書いてるね本当だ、これは見えますね、もう普通に、うん、勝負を無効にするんですよ、この方最強じゃんあ、それ映画のやつだねメタルクーラーだらけよダブってるからさっきやったねまた何度も言うけどセルが吸収の技を使えるのは消滅のカードだけ一応ルールあるんだなこのカードに、うん、これかなり初期のカードじゃないですかそれ神様と戦ってるとこだよね神道が夫婦剣だ、はあ、神道が夫婦剣あ、いや、どうなの違うのかな大会っぽいですけどね、うんベジータの力ではセルを倒すことはできないって断言されてるかわいそうに上にプラス50って書いてんなうん能力プラス50かマイナス200って書いてる不思議っすね瞬間移動カードで負けた Z 戦士を救出できるいや俺が聞きたいよ今回はゲームオーバーカードがないって話だけど本当かい誰に聞いてんだよ本当かい誰に聞いてんだそれはセルのパワーを下げる方法はクリリンが知っているらしいマジでミソカッツンまたオリジナルの市販的ですねこのこれハート様ああハート様のセリフ、ね、へーへーへー俺様の体はどんな攻撃でも跳ね返すことができるのだってハート様ベースかなこいつ父と父これ面白いな父&父クーラーまたやん、また
と山崎さん、スカウターの山に注意しろ。ここになんか出るんだ。じゃあ山ってそういうこと。トランクスのパワーすげえな。カード変わったな。変わった。違うシリーズのカードだねこれね。でもこれもなんかさ、読み取るっぽいね、裏のその、そうですね、この模様的になんかコードがあるもん。これゲームオーバーでおなじみのカードなんだ。へ、あれ誰？マロンちゃん。私がクリンちゃんの噂の彼女。クリンってクリリン？分かんない。え？クリンちゃんって可愛いのよねって。これこれアニオリの女の子だと思うんだけど、マロン。めっちゃ可愛いな、ドラゴンボール。若干ブルマン似てるけど。マロンってだってそもそも原作にいるんだよね。いました。マーロンだっけ。なんかね、 ご飯が学校行き始めてからので、確かいるんだよ。マジか。パイオツバシ掴みじゃないか。亀仙人マロンちゃんのセクシーショット。マロンちゃん、マロンちゃん、コアな人気があるっぽいですよ。マロンちゃん誰。ちょっとブルマに似てる。いや似てる。結構出てる。マロンちゃんの登場回は108から112話、114から117話、本当だ、128、135から137話。そんな出てる。どこの誰さんなの、マロンちゃん。書いてないね。マロンちゃんはクリリンの恋人です。あー、クリリンちゃんってクリリンのこれ、え、18号と付き合う前に付き合ってたってこと。そうみたい。前からの。え、じゃあ別れるシーンあるんだ。でも亀仙人はそれを彼女いやらしい。最悪なジジイだな、亀仙人も。おい、マロンちゃんえぐいハイレグだな。ケツバカでかいし。ああ、ヤムちゃん、あ、でもかなりの尻軽って書いてる。やば、いろんな男誘惑してる。これ完全サービスシーン用に用意したキャラクターですね。え、マロンちゃん、あのカリン島にも登ってる。カリン島登ってるね。めちゃめちゃオリジナルなのに大活躍してるじゃん。ヤジロベイとも寝てる。ドラゴンボールにサービスカットだらけだな。本当ですね、こんなキャラいたんだ。ミスターサタン、びっくり。ダブルシールのカードがあるって本当？あ、これもしかしてめくった後のカードなのかな。踊る口笛カードってマジで何なんだよ。ずっと出てくるけどね。ずっと出てくる。踊る口笛カードというのはナメック星人のバトルポイントを半分にするのです。目からビームフリーザー。ピクシブ百科事典でマロン、クリリンの元カノって書かれてます。マジか。ガーリックジュニア編から出たクリリンの元カロ。アニメの方だと、え、悟空って運転してました。悟空はなんかアニメだとしてんじゃない。すげえ普通に車運転してるわ。でも多分無免だと思うよ。免許取ったの後だよね、設定で。あのスーパーに貼って書いてあるでしょ。心が取りに行くのは覚えてるんですけど、なんかスーパーの最初の頃車乗ってたよね。ああ乗ってたかも。車で生活しないとダメだって父に言われたみたいなで、うん、あ、いたな。そう、国王が犬なんですよ、ね、そうなんです。世界国王でしょ、しかも。そう、世界国王ってなんだよって感じだよ。なんなんでしょうね、この世界。ドラゴンボールの世界ね。まあ、普通に宇宙人とかいるっぽいからな。ギランとかいるから。カロニー&ピロシキ、オリジナルだね。これ大会かなんか出てきたのかな、こいつら、うん、原作にないキャラちょっとおもろいな、知らないだけ。あ、え、ウーブじゃない。めっちゃ後半じゃん。 GT だ。
突然 GT 大人になったウーバーです、うん、GT だよね。この辺はそれセールの時でしょ。そうですね。俺をどこそこ連れてけみたいな言ってるやつじゃないの。サタン顔長いっすね、こうしてみると異様に倍ぐらいある顔でっか。ベジータの髪を足しても足りないわ、ね、サタンの顔に。こんな細かったっけサタンの顔。でんで、この段の42枚のどこかに悟空たちの10年後の姿が。え、絶対入ってないわ。知るわけないんだよな。1枚ぐらいさ、うん、あれないの、キラー入れてくれる恩情はないんだ。ないですでもこれでも数千円するんですよ、これ。マジで？そうなんだ。ハズレ引きましたね。そうっすね。はい、ということでね、またカードとかいろいろ見てきましたけれども。これこれこれ。ん？裏になんか繋がる文字があるわ。本当だ。さあ、どうに？なんか文字出てきちゃってるけど。本当ですね。パワーダウンとかいろいろ書いてあるわ。これ多分、ダウンを揃えると文章になるんだね。当時の子供心に面白かったんでしょうね。っていうことだね。じゃあ、ナゴさん、記念に。いや、いい。じゃあ、皆さんね、カイサ君が最後に目を閉じながら1個つまで食べるんで、味を当ててもらいましょう。ちょっと待ってよ、ま。見ないで1粒取って食べて、味当てて。見ないな、うん。その下で、そうそう。何味？え？何の味これ？わかんない。ん？俺一応さっき見た色的にはわかるんだけど。全然わかんない。多分ね、ブルーベリー味。目つぶってると感じないっすね。そうだろ。ブルーベリー今の。うん。それそれ、青いやつ。この青いやつ。うん。まだ食ってないやつってどれだ、これか。いっぱいあるよ。わかんないんですよね、色が。もうこれ石鹸でしょ。うん、それ石鹸。これ覚えた。これが土、うん、ゲロマーゴボウ、うん、で、ミミクソはもう二度と食わないもう閉めていい。ナイフだ。スイカだ、うまい。はい、ということで当たりでした。はい、じゃあ皆さんね、チャンネル登録と X をフォローよろしくお願いします。高評価、メンバーシップもよろしくねー。